Ueda Yoko 選手出身。試合場左から登場したのがディフェンディングチャンピオンの安野紀子です。同じく、そして右からは上田陽子。今日は2試合一本勝ちしている安野。この2人身長ではさほど変わらないですけれども、はい、上田選手の方は、普段は61キロ級の選手ですね、はい、今小内刈りで安野選手早速行きました、はい、足を取りました。選手とすればですね、はい、試合を見てますと比較的大きい選手はまあ、慣れているといいますか、ええ、やりやすそうに感じるんですけど、かえってこういう体重の軽い動きの速い選手とやった時に組手もうまいですからね、はい、どうかなと思うんですけれども。なるほど。しかし先ほどは不利な組手の中からですね、見事な釣り込み腰。そうですね、安野の成長の後こう伺い知れるような試合だったんですが、慌てないですよね、どういう組手になってもですね、はい、2回戦は北海道の向田選手に送り襟締め、そして3回戦は東海代表の吉田望選手に釣り込み腰。この時には引き手を殺されてかなり苦しい展開だったんですが、釣り手ですね、釣り手を殺されて、はい、しかし相手の袖口を掴んだ左手を軸にして見事に釣り込み腰、袖釣り込み腰を決めていきました。安野選手の特徴はですね、お互いに、あ、ここで両者に指導です、はい、この釣り手の使い方非常にうまいんですね。でこれでリズムを作って今こう手を動かしましたね、動かしました。あそこからの技が非常にうまいわけですね。ですから相手はよく知ってますから、その釣り手をしっかり握らせないように今上田選手でも引き手をこういうふうに、ね、はい、引き手で押さえてますよね。安野選手の場合には釣り手は右手になるわけですが、その安野選手の右手に対して上田選手がどういう動きをするか、このあたりをご覧いただきたいと思います。今襟を取りました、はい、これを離させるように絞りますよね、はい、上田選手は、これを安野選手が嫌っています、はい、先ほども同じような展開だったんですけれども、ええ、今度は襟を掴むと同時にかけてきました安野選手、はい、なるほど。その釣り手、相手の襟を取ると途端に動きが良くなりますね。そうですね、やや上田選手が逃げる感じでした。その上田選手は近畿代表天理大学です。安野選手よりも1歳年上になります。おととしのポーランド国際のジュニア大会で5位に入っています。お姉さんもですね、はい、今実業団で活躍してますけれども、一つ下の、陽子さんよりは一つ下の56キロ以下級の強化選手ですね。なるほど。あ、ここで2回目の指導が両者に与えられました。安野選手がですね、こういった消極的だということで、反則を取られるというのは非常に珍しいんですよね。そうですね、ですからやっぱりやりにくいんだろうなと思いますね。それだけ打倒安野ということで、みんながみんなこう研究してきてますね。まあ、しかし試合の流れからするとやはり安野選手のもちろん流れですけれども、まあ、ポイントがない状態ですとやっぱり何が起こるか分かりませんからね、はい、残り1分を切っています。先に技をかけに行ったのが上田選手ですが、安野選手ここら辺はもう本当に余裕を持ってしのいでいます。そうですね、あ、今年から進みました明治大学の重松監督です。まあ、安野選手とすれば注意するのはですね、ええ、今のような上田選手の仕掛けた技に引っかかるということはあまり心配しないでいいと思うんですけれども、はい、無理してかけていったところを返されるとか、うん、合わされるとか、そういったところだけだと思いますね、はい、残り間もなく30秒になるところです。まあ、釣り手は取って左の背負い投げを狙いました。上田選手もよくしのいでますよね、背負い投げ。残り24秒で時計は止まっています。2回戦3回戦一本勝ちしている安野。そ
少しあの安野選手も焦りの色がちょっと見えてきましたよね、はあ、こうやって外からですね客観的に試合を見ていれば、ええ、このままでもおそらく安野選手、優勢でいくだろうと思いますけれども、はい、やってる本人としてはですねやっぱりポイントがないということは、ええ、どちらに旗が分かれてもしょうがないっていうふうに考えるわけですよね。なるほど。さあ今の左の背負い投げのシーンですが、こういった座り込みの背負いをかけるっていうのは あまり見られないシーンですよね。そうですね。道也さん、はい、安野さんサイドの監督さんはですね、大きな声で安野持ったら強引に行け強引に行けって何度も言ってますね、うん、なるほど、まあ、相手が小さい軽いですからね、まあ、体重差は20キロ以上20キロちょっとありますこの両者なんですが、うん、今その上田の方が右のこれ爪ですかね。そうですね、爪を痛めましたか、はい、かなり痛そうです。あ、これ治療でこんなにこう痛がるというのは、うん、どこでしょう、親指でしょうか。そうですね、ちょっと見えないですけれどもね、はい、うん、中指のあたり、この技をしのいだところですね、はい、右手で安野を抱え込んでいる上田ですが、はい、うん、柔道着が引っかかったか何かしましたかね。どうやら中指ですね、はい、中指の先です。残り24秒で時計が止まっています。柔道着が熱いですからね、はい、ちょっとでも伸びすぎていると爪が引っかかって剥がれることがありますし、そうですね、切りすぎても引っかかりが悪いっていうんですかね、私たちは。ですから非常に難しいんですよね。意外にこう手入れには気を使うもんなんですね、はい、うん、まあ、そういう気をつけていてもよくこう絆創膏が取れたりとかですね、そうですね、こういう治療の場面があるんですが、今日のこの大会ではこういうふうに治療が長引くというのは初めてです、はい、ベスト4進出をかけて赤安野白上田の戦いは残り20秒を切っています。両者ポイントなし。動いている安野、大内刈りでぐらついた上田、残り5秒、時間がほとんどありません。ああ、表情もやや焦っているかなという感じですが、さあもう時間がない。安野としては今日初めて旗判定にもつれ込みました。両者ポイントなしです。副審の旗赤2本が上がりました。安野準決勝進出です。上田選手よく頑張りましたけれどもね、ええ、まあ、ポイントを取られないのがやはり精一杯という試合でしたね、やはり今の試合の分かれ目になったのは手数ですとか、その技かけていった 技の内容ということでよろしいですね。組手もそうです、試合の流れ、はい、どこを取っても安野選手だったと思います。